はい、どうも皆さん、こんにちは。マッスルです。ですね。今まで、まあ、実況などはですね、あんまりしていなかったんですが、テラリアをですね、エキスパートモードですね、この 1.3、バージョン 1.3 からスタートしたエキスパートモードというものに、1から、ちょっと挑んでやろうではないかということで、始めていきたいと思います。で、その前にですね、割とですね、結構、動画とか見てても、日本語化されていない方がちょいちょい見かけるので、まあ、多分ご存知の方は結構いらっしゃると思うんですが、まあ、改めてですね、一応ちょっと確認をしていきたいなと思います。まあ、僕はちょっともう、日本語化にしていますけども、まあ、簡単な手順ですね。テラリア日本語化で、検索していただくと、こういうトップページに、上がってきます。で、このページに来ていただいて、ここですね。モッドのダウンロードや適用手順はこちらのページ。こちらをクリックしていただきまして、で、これですね。日本語化元のダウンロード、Windows 版。はい、次にですね、こちら、モッド本体翻訳データっていうね。Google ドライブ、こちらをクリックします。で、そうするとですね、こういうダウンロード画面になりますので、こちらをダウンロードいたします。で、ファイルを開く。うちのワンちゃんのトトがワンワン吠えてますけど。で、こちら、展開していただきます。すべて展開。ちょっと置き換えますね。僕はもう入れてますので。で、この、テラリア、あと一つのファイルがありますね。あ、フォルダーですね。で、この中に BIN という、フォルダーがあります。で、この中にですね、この3つですね。1つのフォルダーと2つのファイルがあります。で、これをコピーしますね。コピーします。はい。で、コピーしましたら、一度はちょっと閉じていただいて。まずですね、こちらの次に、C ドライブですね。C ドライブの中に、こちらですね。プログラムファイルズ ×86 の方です。こちら、進んでいただいて、で、次にですね、Steam です。これをクリックしてもらいます。で、その次に、Steam APPS とありますね。これをクリックしていただきます。で、ここですね。一番上、COMMON とところですね。で、この中にですね、テラリアというファイルがありますので、で、先ほどコピーした3つのファイルですね。このテラリアも私は入れてますけど、テラリア .jp とあと2つの、ファイルですね。で、これをここにコピーしてもらいます。あ、僕ちょっと入れてるんで。コピーしてもらったら、ここにですね、テラリアアンダーバー JP ってあります。これをダブルクリックします。そうすると、まあ、日本語化が始まるという。今、日本語化の処理中と出てますけども、これが完了すれば、日本語化が完了するということですね。はい。まあ、ざっとですね、ちょっと説明させてもらいましたけども、結構まあ、日本語化のやり方の動画とかもね、ちょいちょい上がってたりしますけども。まあ、改めてちょっと、説明ですね、させてもらいました。はい。ではですね、早速始めていきたいと思います。
このようにね、もう日本語化になっております。新しく作ったキャラでやっていきます。で、エキスパートモードですね。このエキスパートモードがもうかなりやばいらしいんで、自分ね、ちょっとある程度はもうやりましたけども、かなりきついですね、やっぱりね。敵のダメージも半端ないですしね。ちょっと一点ですね。ちょっと別のキャラから、もう、何とぞ、このアイテムだけ貸してくださいということで、お借りしてきました。それが、この瓶詰めのビスクと、あとですね、これですね。秒間ダメージとか、あと近くの鉱石が、何があるのかっていうのがわかるようになります。申し訳ないです。これだけ、どうか貸してください。あとは頑張りますんで。はい。じゃあ早速、ちょっとね、木を集めていきたいと思います。今のもね、見ましたか？スライムの攻撃力。結構減りましたよね、今。やばいですね。でもある程度ね、なんていうんですかね、いいピッケルとか斧を持ってると、こう、この遅いのがかなり違和感感じますね。木を切り終わるのに、これどんだけ時間かかってんねんっていう。時間かかりますね。で、この 1.3 からね、PC 版されたことない方は、ちょっと違和感感じてるかもしれないですけど、このガイドが攻撃してるんですよね。弓で。で結構強くなってます。なかなかね、NPC が死ななくなってますんで、それはだいぶちょっと助かりますけどね。死なん。なかなか死なん。くたばれ、くたばれ。よし。ああ、一苦労ですね、スライム殺すのに。じゃあ、ちょっとね、引き続き、まず家からね、ちょっと作っていこうかなと思っております。はい。とりあえずですね、これで、一つ家が完成しました。適切ということですね。はい。じゃあ早速ですね、ちょっと、何か宝箱、いいものないか、物色しに行こうかなと思っております。あ、その前にちょっとね、木でまず装備ができるので、木の装備からちょっと作っていこうかなと思います。いやしかしね、この音楽がいいですよね、テラリアって。めっちゃ好きなんですよ、もう。これで、多分、作れるかなと思います。木の、鎧ですね。鎧と、頭と、足。で、これはですね、頭が防御力1で鎧が1と足はね、0なんですけど、セット効果でプラス1がついて、合計防御力3になってます。でも1からね、どっかこう掘っていくのもいいんですけど、ある程度ちょっとなんか穴が開いてるようなところ、多分あると思うんで近くに。そういうのをちょっとね、探しに行きたいと思います。あ、早速。出てきましたね。これ何やろ。あ、鉄鉱石ですね。鉄鉱石もらっていきましょう。鉄はね、鉄鉱石はずーっと結構使うので、いろんなアイテムとか制作するのに。ボスを呼び出すアイテムとかね、作るときに。結構鉄は重宝します。もっと続くのかなと思った。ここで終わりかいな。盾と、蜘蛛の巣がありましたね。この蜘蛛の巣が20個集まったら、ヨーヨー。今何個や？全然やな。13やって。これどう進んでいこうかな。
これはどう？あ、どうやな。一見木に見えるよね、やっぱり。お、アントリオンの幼虫がいる。強いんよね、こいつ。無視してよ。まあ、とりあえず銅鉱石。まあ、銅はあんまいらんかな。あんまり使わんしね。よし。これが欲しいんですよね、タングステン。で、これね、初めから鉱石集めるっていう方法もいいんですけど、まぁ、ちょっと一回狙ってるのが、海でね、なんていうやつやったかな？なんかね、サメみたいなピッケル、みたいなね。魚のピッケルみたいなのありますよね。ちょっとね、あれを狙ってみようかなと、今回。僕ちょっとね、あんま取ったことないんですけど、なんかね、海で釣れるらしいので、ちょっとそれを狙ってみてもいいかなと思っております。あ、この金属探知機のところには、近くに金があると。あー、やばい！いって、瀕死の状態。速攻瀕死ですね。あ、これは、なんか宝石。トパーズかな？あ、エメラルド。あ！え？泥ブロックに殺された。めんどっち。またここまで来んのかよ。泥ブロックに殺されましたね。さて、ようやく、結構長いこと掘ったんですけど、全然、ちょっとね、穴らしき穴が。あ！クモの巣来ましたよ、クモの巣。これで、死に戻りができます。で、このね、エキスパートモードは、ボスがね、ちょっと、エキスパートしか落とさないアイテム、アクセサリーとか落としますので、で、普通にドロップするというよりかは、なんかトレジャーバッグと言いまして、なんかね、カバンを、バッグをね、ドロップするんですね。で、その中に一定確率で、まあ、レアなアイテムが入ってたりとか、そういう、仕様になっております。まあ、ちょっと、一旦ですね、この辺で、死にたいと思います。あ、金や。あー、金！金！あかんかん。金取るまで、やめて。来るな来るな来るな。ミミズ来るな。お。ミミズの音が鳴きゃんだ。あ、来た来た来た。うわ、まあ、とりあえずこれで、そうかそうか。サボテン装備も作れるのと、あとは、木材、多分25個やったら足りないんかな。あと木材、で、これで、ヨーヨーができるはずです。多分これ、1.3 からですかね、ヨーヨーは。結構ね、ヨーヨー使えるんで、1.3 からではないかな、ちょっとわからないですけど、僕ちょっと詳しくないんで、その辺は。よし。力強い。こういう感じで、ビヨーンってこう伸ばした状態でね、攻撃できます。で、これを直接こう、ポンポンと当てることができるということですね。だから分かりとこう、下の方にちょっと、下にいる敵に当てたりとか、っていう風に使うときには便利です。で、ちょっと引き続き、サボテン装備を作りたいと思います。サボテン、サボテン。サボテン。もうこういうのはね、お風呂は捨てていきましょう。OK。なんか、サボテン掃除、見た感じ変態っすね、これ。こんなんなんですね。半魚人みたいな感じですね。
はい。では、今日はこれで、終わりたいと思います。ではまた、バイバイ。